どうも、シュンス TV です。皆さん、斉藤さんというアプリをご存知でしょうか。アプリで、全国どこの誰と電話がつながるかわからないというアプリです。ただ、まあ、誰とつながるかわかんないと言っても、もうそこら辺にいる人に突然電話が鳴るわけではなく、こっちも了承して、向こうも了承して、電話がしたいと思った人同士をつなげてくれるアプリなんですよ。なので、いつどの時間に電話しても必ず誰か電話したい人が出てくれるというアプリがあるんですね。今日はその斉藤さんというアプリを使って、タートルトークを実際に声真似でやってみて、タートルトークが成立するのかどうかをちょっと検証してみたいと思います。もう最後の最後までクラッシュなりきるので、ちょっと頑張ってみたいと思います。では行きましょう。ご覧ください。どうぞ。よーし。よー、こんにちは。よ、名前はなんていうの？サルです。サル、よろしくな。なあサル、出会えた記念だ。俺たちウミガメの挨拶を教えよう。俺がお前たち最高だぜって言ったら、サルは両方のヒレを高く上げてうおーって言うんだ。わかったな？うおー。よし、やってみよう。お前たち最高だぜ。うおー。やればできるじゃないか。なあサル、俺に何か質問はあるか？俺は何でも答えるぜ。彼女いる？ああ、いい質問じゃないか。俺はな、シェリーっていうパートナーがいるんだけどさ、シェリーともう130年一緒にいるんだよな。なあサルはさ、同じようにパートナーがいるの？いないよ。おお、そうか。でもさ、サルの声を聞いてるととても優しそうな声に聞こえるからさ、きっと最高なパートナーができると思うぜ。ありがとう。お前たち最高だぜ。おいおい、ウミガメの挨拶忘れちゃったのか？もう一回行くぜ。お前たち最高だぜ。うお、ありがとうな。サル、最高なパートナーを見つけてくれよ。お話できて嬉しかったぜ。バイバイ。じゃあな。よー、こんにちは。よー、名前はなんていうの？ヤッホーだよ。ヤッホー、素敵な名前じゃないか。なあヤッホー、出会えた記念だ。俺たちウミガメの挨拶を教えよう。何教えて？ヤッホー最高だぜって言ったら、ヤッホーは両方のヒレを高く上げてうおーって言うんだ。わかったな？ちょっとやだ。嫌だって言ったのか今？うん。なんでウミガメの挨拶断るんだよ、ヤッホー。なんかね、ダサいよ、その挨拶。ダサいって俺は初めて言われたぜ。やったじゃん。なあ、ヤッホー。何？ちなみに俺はウミガメのクラッシュ、何でも答えるぜ。俺に質問はあるか？何歳？ああ、いい質問じゃないか。俺はな、150歳なんだぜ。めっちゃおじさんじゃん。でもまだまだ若いんだぜ。その証拠に俺のお腹は6つに割れてるんだ。カメだから当然だよな。ああ、カメだからさ、みんなお腹は割れてるんだよな。ヤッホー、またお話しような。クラッシュありがとう。おお、またな、ヤッホー。よー、こんにちは。こんにちは。うん、名前はなんていうの？山田です。山田で合ってるか？はい。よろしくな、山田。なあ山田、出会えた記念だ。俺たちウミガメの挨拶を教えよう。俺がお前たち最高だぜって言ったら、山田は両方のヒレを高く上げてうおーって言うんだ。わかったな？無理です。
おいおい、なんで無理なんだ。ウミガメの挨拶をせっかく教えようと思ったのに。せっかく出会えたんだ。じゃあ俺から何か質問していいか。はい。山田は兄弟はいるの？はい。お、何人兄弟なんだ？三姉妹です。おー、三人兄弟か。いやー、実はさ、俺は息子が65匹いるんだよ。上からキアナ、ルル、サンディ、ヨンディ、ゴディ、ロクディ、ナナディ、止めてくれてもいいんだぜ、山田。お前たち最高だぜ。なあ、山田。はい。俺に何か質問はあるか？何でも答えるぜ。え、これ地声ですか？ああ、もちろんそうだ。俺は普段からこういう声をしてるんだ。それはどういう意味だ？いい声ってことか？それとも変な声ってことか？いや、いい声だなーって。あはは、嬉しいじゃないか、山田。俺たちバッチリ気が合いそうだな。なあ、山田、お話できて嬉しかったぜ。また、お話しような。はい、いかがだったでしょうか。で、クラッシュだってわかるのも多分どうでしょうね。3人に1組ぐらいですかね。3人に1人ぐらいは、あ、ウミガメのクラッシュかってなんか薄々気づいてる感じはありましたね。はい、ちょっとこれまた今度挑戦したいと思います。まあ、キャラクター変えても面白いと思いますけどね。では、またお会いしましょう。さよなら。